去年の七五三セミナーでやっぱり私たちが最初に伝えたのっていくらにしたいから始めるべきっていうことですよね。そうですね。一番、なんていうんだろう。一番伝えたかったこともそうですよね。一般にやっぱりなんか運用って、こう、なんか今良さそうだから始めてみるとか、なんか始めなきゃいけなさそうだから始めるみたいなことが多いじゃない？そうすると、まあ、うまくいけばいくらになったからうまくいったとか、損したからやっぱやめるとかってなっちゃうことが、まあ、多いのかもしれないけど、いくらにしたいっていうところをもう本当に明確に持つことをお勧めしたいっていうのが僕らの、今回の七五三のこの企画そのものでもあったと思うんですよね。あの時も写した絵ですけど、これ一応お見せしましょうかね。山登りと似てるって話を、この時の講師の乙部さんって人がしてくれました。まあ、山登りするときにどれくらいの標高の山なのかってことを知らずに登りませんよねって彼は話してたんですよね。高さが分かれば、持っていくべきこう装備もどれくらいこうしっかりとするべきかも分かるし、あと、まあ、その山のこうどこを通っていくか、ルートをどうするかっていうことも事前に考える、まあ、そこがあって初めて山登りができるんだって話をしていましたね。まあ、非常にいい例えだなと思ったんですけど、まあ、どっちにしても、リスクがある話で、リスクはみんな嫌だから、ね、好きな人なんて、遊び金でちょっとやるリスクは好きでも、本当のその自分の命に近いお金でリスクが好きな人は誰もいないはずだから、なんでリスクを取らなきゃいけないかっていうところに対する自分の納得感が非常に大事だろうということだと思います。この絵も四季もですね、よく、まあ、この後も多分使うかもしれませんけど、いくらにしたいっていう目標金額が決まれば、お金を増やす方程式って私たち呼んでますよね。元本、今いくら持ってるのか、あるいはいくら毎月積み立てだったらいくらだったらできるのかとか、あと期間は、まあ、自分が今何歳でどれくらいの時間が当てられるのか、で、最後は利回り何パーセントを期待するのかということですよね。で、元本と期間っていうのは多分その人によっても決まっちゃうことだから、動かせるものってこの利回りしかないということになりますよね。利回りっていうのは、まあ、固定の利率だったら預金金利で何パーセントっていうことだけれども、まあ、それじゃあうまくいかない場合が多いだろうから、その場合は資産運用によって利回りを何パーセントを期待するっていう話になります。なので、この変動要因の最後の利回りってところを考えるためにも、目標金額を考えることは非常に大事だということをお話したつもりです。そうですね。ただ目標金額でなかなか皆さんすぐにこう出てくるの難しいなっていうふうに私この間のセミナーで思ったんですね。皆さんに書いてくださいってパネルでやったりしたんですけれどもね。あれもやっぱ皆さんちょっといろいろ考えて やってたと思うんですけどもね。時も使ったエクセルで話をしていますかね。ちょっとじゃあ今日は小林さん相手にやってみようかなと思うんですけどね。小林さんは65歳になった、まあ、要はリタイアするときにいくらぐらいの金融資産を持っていたら安心かしらと。安心かしらってやっぱり考えると、やっぱりずっと話題になりましたよね、2000万円問題。そこが引っかかったりするので、2000万円。2000と入れてみましょうかね。老後のスタート65歳の時に2000万円持っています。で、使う方、引き出し月額っていうのはいくら使う、どういうレベルの、生活をしますか、小林さん。例えば賃貸住宅とかに住んでる時もあるかもしれないから、20万円ぐらいはやっぱりいろいろ込みでは必要だと思うんですよね。なるほど。リアルなこと言ってますね。ね、家賃も大事だもんね。20万円ですよね。エンターキーを押しますと、と。残念ながら小林さん、8.3年後に死んでくださいっていう、まあ、死ななくていいけど、亡くなっちゃうよって話でした。65歳から73歳で2000万円の大きなお金はそこをつく。これ、利回りをゼロにしてるから早く亡くなっちゃうんだろうという意見がありそうですけど、ここを例えばでも何パーセントまで入れるのがいいのかってことなんですけどね。あの時も確かお話したけど、ここに3とか4とか入れると、確かにちょっとお金の寿命伸びますよ、5とか入れると。まあ、5を入れても10年大して伸びないっていうのも驚きですけれども、それ以前にここに5を入れるのはすごく不誠実だって話をしましたよね。
大事な虎のこの2000万円を5で5を入れるってことは、なんかこうリスクを取ってるってことだから、そんなことするわけがないので、ここも 0.01 とか、あるいはまあもっと低くてもいいぐらい、0でもいいぐらいだということなんですけど、これじゃ困りますよね、小林さんね。すごく困りますただあの時も私確かお話した記憶ありますけれども、皆さんこういう質問した時に20って答えたり、小林さんもそうかもしれないけど、年金がゼロになる前提で考えてましたね、皆さんね。はい、テレビとかでもわんさかやってますから。そう、ただもう、けど年金、いわゆる公的年金をゼロで見積もるってのは相当間違った考え方です。年金は出ます。ただ今の人と同じだけの現役世代に対する所得代替率って言いますけれども、価値のお金がもらえるかはもちろん今のようにはいかない可能性がある。ただゼロにならないように運営をされていくことが間違いない、日本の社会保障として。なのでここをゼロで考えるというのはちょっと悲観的すぎると思います。ですからちゃんとサラリーマンとして年金を払って、満額ちゃんと受け取れる、しかもね、公的年金って終身ですからね、死ぬまでずっと出るわけですよ。まあ保険ですよね。これ何者にも代えがたい基礎になりますので、それで家賃を払ったり生活をしていくことができると考えた場合に、ここを一生懸命20で悲観的に考えるのはちょっと違うかなと思います。そしたら10万円とかでもいい、良さそうな気がして。そうですよね。そうそう。だから年金で暮らしてプラスアルファの自分の前向きな生活をするためのお金として使っていこう、前向きに使っていこうっていうことでいいと僕は思うんですよ。そうした場合は、まあでも16年、もうちょっと長生きしたいよね。もうちょっとしたいですね。うん、ここを3000にしてみますか。まあこういうね、いろいろ試行錯誤をお客様というか参加者とやりましたね。はい。伸びますね。65だから90歳。90歳。もうちょっといきそうだよね、小林さん。はい。そうね。5000どうですか。ドン。お。100歳超えてきましたが大往生かもしれません。もうちょっと使って楽しんで死んでください。はい。ドン。あ、もうちょっといきたい。15。ドン。小林さんどうですか、これぐらいで。まあそうですね。楽しんでるかなと思いますね。ねえ。5000万円をもし65歳の時に小林さんが金融資産として作ってできたら、その後28年間にわたって年金で暮らしながら毎月15万円でエンジョイできる、うん、ということですよね。暗い話で資産運用を考えるのやめましょうって話しましたけど、今みたいにこういうふうに自分の将来を楽しく生きるために、そのために今リスクを取ってお金を作っていこうっていう、そういう考え方は本当に世の中あんまりないようなので、日本アセットは強調したいなって本当に思いますよね。お金のこの耐久力っていう話ですね。皆さん非常に今みたいな計算しながらやってたので、セミナーに参加していただいた皆さんも響いていたかなというふうに思いますね。その耐久力ってことを考えると、今の小林さんだったら目標金額が、あ、そうか、じゃあそういう楽しい毎月15万円のプラスアルファのために、28年間のために必要な目標金額いくらにしたいは5000万か、川残用というか夢というか目標ができたわけですよね。それが人によっては、いや、うちの地方では15万円もあったら使い切れないから10でいいの、だから3000万でいいのっていうものもあるかもしれないし、これもライフスタイルそのものだから、みんなが5000万である必要ないし、みんなが2000万円である必要もなかったので、2000万円問題ってやっぱおかしいわけですけれども、ただ2000万円問題の騒ぎが間違っていないのは、年金で暮らしてさらに自分らしく生き方を作っていくためにやっぱり自助努力が必要だっていう、今日のまさにテーマそのものだと思うんです。それを自分で決めようっていうことですよね。この耐久力ということを一つのキーワードにして、皆さん自身のこういくらにしたいっていうのを見つけてもらえると、次の一歩が進めやすくなるかなっていう、そんな気がしますよね。そうですね。あんな風にこういくらにしたいかをちょっと真剣に考えながら、ざっくりとなんだけど真剣に考えてやってみるといいかもしれませんね。そうですね。